ンチャンネル。リブロンチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、みさおです。本日はリブロンさんにお邪魔しているわけなんですけれども、収録はですね、毎月第1日曜日に行っております。ということで今日は第1日曜日なんですけれども、前回は、センタルカちゃんがやってきたということで、私は2回目になっております。で、前回のことを思い出したんですよ。店内に入ったら、前回は確かゴッドイーターを打ちまして、まあ割といろいろできたかなと、やれたんじゃないかなと思うので、まあぜひそれが気になった方はですね、前の過去の動画を遡っていただいて見ていただけたらと思うんですけれども、本日はですね、まあ最近寝台で導入された、まあ、ジリスク3を台を確保いたしましたので、その台を実践しようと思ってます。まあまだ実践的にはですね2回目、3回目、今回で3回目になるんですけれども、まあちょっといろいろ見れない、普段見れないさそうな演出も今回ね出せたらいいななんて思ってます。ということで早速実践スタート。はい、ということで、バジリスク3ですね、実践していきたいと思います。オープニングを撮ってる間にお隣の方がチャンスゾーン、そのお隣の方がビークからリアルシーンに突入しているということで、ちょっと期待できるかな。ジョチェリーです。今回もバジリスカテクノーシで大丈夫です。で、周期抽選になっているので、周期でチャンスゾーンの抽選を行っているので、ジョチェリーとかチャンスベルとか引いたら周期がギュッと短くなるらしいです。これ前兆です。さあ待っておれ、これを成功したらチャンスゾーン突入と挿入チャレンジです。ハットインとか入るとチャンスアップなんですけど、残念入らない。お、赤いチャンスアップ。で、これがね、名前忘れちゃった、ナメクジの人、ナメクジだとチャンスアップ。さあさあチャンスアップ、なんか敵が呼びかける方がチャンスアップな気がするんだけど、気のせいかな、の方がリプレイが揃う気がするんだけど、サイドは約47%ぐらいって言われてますけど、やばそう。ここでチャンスエッグ、レア役とか引くと勝ったりするんですけど、残念。あーあるよね、チャンスエッグ。リプレイ引いてるんだけど、なかなか知れない。あ、お願い、あー、やりました、よかった、ありがとう、ようやくだ、いい声、いい声。あざす、
おっしゃ、来い、おぼろ。きたー、マジ初めておぼろで、おぼろだとここ緑になるんですよ。おそらく天然だと赤になるんだと思うんですけど、ここがずっと変わらないので継続率、一応突入画面見なくても誰がおぼろだったかっていうのが分かる。で、途中でもしかしたら色変わってる人いたような気がする。ちょっと怖かったんで、その時はちゃんと確認できなかったんですけど、もしかしたら途中で教えてくれる制度あるのかな。1人多いね。多いよ。で、装任の時は、自力でベルとレア役で一気に攻撃ですよ。まあ、私は中が最初に来るのが一番嫌いなんですけど、この手目ですぐやられることが分かっちゃうので、で、装任の時中にはポイント、武装ポイント、動物チャンスが入ったり、ワード戦、振動術の振り分けもあるみたいなので、まあ、貯めれば貯めるほどいいです。で、割とチャンスはここに赤い炎みたいなのが出ると結構溜まってるよって感じです。私のはまだ全然溜まってない。いやー、キリキリ強いんだ。あ、結構ポイント溜まってるよ。溜まってないね。出られた。嘘だろ、待って、おぼろだぞ。やだ、待って待って待って嘘だろ、やばい。まだちょっといっぱい説明したいことあったんだけど、私が2戦した中で結構ちょっと感覚的にこう、これはこうなんだろうっていうことをいっぱい喋りたかったのに、いや、今かよ。ただまあ、どうする、この後どうするっていう感じ。でも3回の実戦でミッション達成率 50% 割と達成してるのかな、分かんないけど、1回の実戦が短いんで、2000ゲーム、3000ゲーム弱しか回してないんで、あれですけど、まあまあまあ、まあ、ちょっとね、やっぱりこの辺は気になるところですね。キチェリ上がればいいけど、とりあえずとにかく降格に引かないと、降格っていうか、あの団長屋敷に行かないので、どーん、いい音、背景ですね。やだ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 、いやー待って待って、まだ49枚だからよし、あーやれない、あれ、よしじゃない。ベル連絡ついた、よし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 、ようやくですよ。ベル4回からあのね、ドドドドって音を聞こえるんですけど、で、今のレバー音で、この装任の時はピカンって光ったら、
当日チャンス以上が当たっているのかなっていう感じですね。ピカーンって光ったらプッシュボタンって出てくるので、どうしてんの、やだもう終わっちゃう終わっちゃう、やだやだやだじゃあ目標枚数は達成したっていうあぁ残念ですね。いや私は目標一応帰国収集入れることだったんですよ圧勝してほしいんだけど、5-0だったらまだ圧勝でしょう。あ、強いんだよ。よしよしよし。あれ？あー、そう、連撃！そう、連撃です。やっちゃえやっちゃえ。これはベルじゃないや、リプレイもベルに変わります。よし、まあ、3-0はちょっとアクションとは言えない。来たー、これバウンで光ると何かに挑戦しています。よし、チャンス、よし、乗せよう。頑張って乗せよう、一歩でも。私が、初打ちの時に結構連チャンで出せたのは、1800枚ぐらい一撃で出たんですけど、その時はその同術チャンス中にボーナス多分2回か3回ぐらい引いてですね、で、ボーナスをここで引くとプラス10ゲームとかってボーナスなんか多分何ていうか分かんないですけどゲーム数乗ったりしたので、そういうのがあるともっとチャンスかも。で、バー揃えて上乗せすると出玉出るなっていう感じですね。何者か弱いっす、残念、揃えられる。よっしゃいいよ、お惜しかった、あー6人抜き、あれ次第倒してなかった喜んでしまった来なさいな、やだベルレンするとね音がね激しいから倒せたと思っちゃう、やられた、うそー終わった、やだやだやだ、214枚、まだですじゃないのしかも2の時はさ、こう中って言われてさ、うわまだですだみたいな、めっちゃ興奮したんだけど、ないんですよ3はね、ないんです残念ながら。あ、強制に、いやー強制じゃない、いや大丈夫かな、大丈夫、パパならやれる、せいしょ
やりました。やったー、132レベル。あー、拍手。今度こそですよ、連チャンを。ヤクチェリーが今、さっき100分の1だったんですけど、70分の1になってますね。ちょっと上がってる。チャンスベルも1回しか引けてなかったですけど、2回引けてるんで若干上がってる。まあこの辺はあれですけど、多分共通はあんま変わらずですね。こんな感じです。一応これひどいけど、とりあえずはまあ伊賀州は撃退上がりましたね。半分以上になりました。伸ばせるかどうかです、本当に。ここからはすべったな。もう夜背景で終わらせるのやめてほしい、つらい。はい、259枚。楽しかったのにな。今が勝機。もしやボーナスじゃん。これ成功したらボーナス。あー、え、何、見る、どうする、え、どうする。流れましたね。先輩ボイス確か出ない時もあります。なので出た方がまあ一応いいかなって。頼む、ガチャリ。まあでも発展しちゃった。しかも入ってないっていう最悪なパターン。ここで入れる。一応ハサミで味覚です。当たってないんですけど、当たってないんですけど、マジかよ、ダメだったのかよ。あー、今度こそ。いや、エース弱いな。やったー、ありがとう。はい、あれ。やった、強いと思ったけど、当たりましたね。ちゃんと扉開くんですね、よかった。チェリーを取っちゃうと枚数が変わるんで、200枚前後ですね、ボーナスは。マジで4ゲーム目に強調でからボーナス、そしてさらにストックも。 ありがとうございます。ここです、楽しい。どうした、もう一度お会いしたいと思います。 Yes マジリスチャンス、先輩ボイスまた流れた。
はい、バジリスク3、ほぼ打ちましてですね、で最後花火ちょろっと打って、レギュラーボーナスを引いて実戦終了と、まあ、皆さん出玉気になると思います。最後カメラ回せないところでもちょっとね回させていただいたんですよ花火。実は、投資が1598枚、なんとじゃん594枚、はい、予想通りです。はい、すいませんでした。ということでマイナスの、1004枚ということで、まあ、ここに1がついてればまだちょっとね話は変わったんですけれども、残念ながらビッグボーナスは引けず終わりました。いや非常にね悔しい感じの実戦だったんですけれども、これから多分バジリスク3も主流になってくる台なんじゃないかなと思います。で私もですね結構打つと思いますので、ぜひ今後の動画にも期待していただけたらと思います。はい、リベロンチャンネルはですね毎月第1日曜日に収録を行っていますので、ぜひ皆様遊びに来てください。ということで私の実戦はマイナスで終わってしまいましたが、次の方は勝てるんでしょうか。お楽しみに。ありがとうございました。